でもう一度、えー、スライドの方をシェアさせていただきまして、スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、私はアースカンパニーの藤本亜子といいます。実はインドネシア、バリ島の方にいまして、えー、今日もバリ島からつないでいますであの。本当にさっきまで雨がザーザー降り、日本も今日は雨かなと思う、雨の地域が多いかもしれないんですけれども、 えー、バリ島もですね、えー、寒気本当は晴れの日が続くシーズンなんですけれども今日は午前中すごくたくさんの雨が降ってでやっと今始めた瞬間にお日様があの出てきましたそんなバリ島から今日はつないでおりますバリ島やバリ島とつながってるんだってやつね。まあ、ね、バリ島とつながってるとおっしゃってくださった方がミュートになってないみたいなのであのミュートに よろしくお願いいたします。すみません、あのミュートっていうのは声が、えー、聞こえないような設定に、おそらくあのそれぞれのデバイスからえできると思うので、ちょっとご確認お願いいたします。はい、では今日の流れに進みたいと思います。最初にあの私が所属しているこのイベントの主催者であるアースカンパニーのお話と。 えー、オペレーショングリーンというプロジェクトのご紹介を最初に少しさせていただきましてでその後、えー、今日ゲストでお招きしております日本シェアリングネイチャー協会ミウシさんと、えー、サンギー株式会社の菊池さんに、えー、バトンパスをしていきたいと思います。1時時間間のすすごくく短いいででけれどもあのぜひぜひ楽しんでいってください はい、で私たちアースカンパニーの、えー、ご説明を少しさせていただきますと、えー、先ほど申し上げたとおり今バリ島に拠点を構えている日本の、えー、NGO ですで。私たちの、えー、ミッションは、えー、この地球は祖先から継承したものではなくて私たちの子どもたち子孫から借りているものですということを、えー、念頭にさまざまな、えー、活動を行っています。 この次世代につなぐ未来を作っていくために大きく分けて4つのプロジェクトを私たちはしています。一つは、す、え、で、ー、にこう次世代につなぐ未来を作ろうとしている人たちを支援するインパクトヒーローというプロジェクトと、えー、次世代につなぐ、えー、と、はい。 未来を切り開ける人を育てる教育事業と次世代につなぐ未来を作るための組織をサポートするコンサルティング事業と最後にです、ね、次世代につなぐ未来を具現化した究極のエシカルホテルというものも運営しています。今ちらっとあの写真が見えたんですけどこれが私たちが運営しているホテルで今日私はちょっと雨だったのでこの場所には。 ここから5分ぐらいなんですけど行けていないんですけれども普段私たちはここで仕事をしています、はい、でオペレーショングリーンプロジェクトとちょっとなんか難しいような気がするんですけれども簡単にあのご説明させていただきます私たちが、えー、マースカンパニー、えー、として活動しているその背景にはあのこれ聞かれた方いらっしゃるかもしれないんですけれども私たち 世界中の人たちが私たち日本人のようにこのまま暮らし続けていくと地球は3つ分必要といいううふうに言われていますそれぐらいたくさんの資源を使っていろんなものを廃棄して地球の力を使っているということなんですけれどもこれが2050年になるとどん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 地球の人口っていうのは増えていって90 18億人もう想像できなないいいいぐらいの数にこうなっててくと言われていますでただでさえ、産、まあ、海ごみの問題、非常に、ごみ、ね、問題って深刻なんですけれども、これが2050年までこのまま、えー、大量消費、大量廃棄、ご、え、み、ー、に対する関心というものもあまり変わらないままでいくと、海ごみの数の方が魚の数よりも2050年には多い、ごみの方が多いというような、 えー、未来がが、えー、訪れれるる可能性がああととも、えー、研究のデータでで言われていますす地球温暖化ですよ、ねえー、2100年にはプラス4度になると、えー、今ですらこう気候変動の影響で、えー、住む場所を奪われていっている人たちが多い中でそれがどん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 増えて、えー、いずれ20億人以上の人が気候変動の難民気候変動が原因で えー、住民、えー、すその中で、まあ、とっても大きな課題を抱えつつ、えー、じゃ何かいきなり大きなことで変えられるのかっていうと、まあ、そういった動きももちろん必要なんですけれども私たちができる小さなことをみんなで取り組むことで、えー、解決への大きなインパクトになるということを、えー、信じて、えー、います。 なので1人がこう100歩歩いていくよりも100人が一歩を踏み出すということをすごく大切に考えています。オペレーーションングリーンというプロジェクトは、まあ、オフィスであるとか学校とかお家もそうなんですけれども皆さんの生活している場所とか働いている場所をできるだけエコに変えるお手伝いをしているプロジェクトです。 生活環境、仕事環境というとちょっとクエスチョンかもしれないんですけども例えば、えー、電気を使うとかエアコンを使うとか紙、えー、を使うとか、えー、食器を洗うとかトイレを使うというこういった、えー、普段もう当たり前のようにしていることを例えば、えー、エコな洗剤に洗剤を変えてしまうとか、えー、ペットボトルはもううちには持ち込み禁止なんていうふうな、えー、ゴミがこう出ないような生活にシフトしていく。 とかまあ、再エネに切り替えるであるとか、えー、まあコンポストを導入して、えー、フードロスとか生ごみていうものをこう家の外に出さないようにしていくというようなそういったえ環境のエコシフトをサポートしていますでその一環でこの実はステイアットホームエコアットホームというイベントをえ無料で開催をしています。 実は、えー、今日が最終回7回目の最終回であのこれまでにコンポスト、えー、であるとか自然電力とか、えー、どういうふうな消費買い物をするときにどういうことを心がけたらいいのかなどなどいろんなゲストの方をお招きして、えー、このイベントを続けてきましたでもしあの今日ご参加の方で、えー、私たちお家とかオフィスとか学校とかの 施設をどんどんエコにしていきたいっていう方がいらっしゃいましたら、あのぜひぜひ今後もつながっていきたいですし、あのぜひご相談いただければ、何かしらこうアドバイスであるとか、連携していくことが可能かなと思っています。はい、でそんな、えー、イベントの中で、 今回結構異色のこうネイチャーゲームとか環境教育というものをテーマに最終回を迎えたんですけれども、えー、なんであのこういったイベントの中で環境教育のテーマを、えー、実行していこうとしたかといいますと、えー、このオペレーショングリーンのプロジェクトを進める中ですごく聞かれるのがこう子どもの頃からできることってありますかということをよく聞かれます。 で、今日、あの、大人の方2名でご参加いただいている方もいれば、お子さんとの参加の方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、とても大切だなと思っているのは、なぜ環境を大切にするのオペレーショングリーンを一緒にやりましょう。施設をエコにしましょうって言ったときに、なんでそんなことをしなきゃいけないのっていうふうに思われる方もたくさんいらっしゃると思います。でも、なぜ環境を大切にするのっていうのを、 まあ直感的に理解できる子どもを育てるということは非常に重要かなというふうに考えていますでそのために一つとしてやっぱり自然とたっぷり遊ぶということは非常に重要な幼少期の経験だなというふうに考えていますでこの自然の中でたっぷり遊ぶ中でやっぱ耳を澄ましたりこう見たり匂ったり触ったり で自然を感じていくということの、えー、大切さをあの感じていらっしゃる方って非常に多いと思うんですけれどもこういったことっていうのは実は、まあ、幼少期の時にも非常に重要なんですけれども今あの、コロナ禍で、まあ、コロナと、えー、共存していくこの今の,じあの社会でですねなかなかこうおう家から外に出られない。 えー、自然の中に行くことができないという大人の人にも実はすごく大切なことだというふうに考えています。でこういったことを通じてですね五感で自然を感じるとか自然の中でたっぷり遊ぶということを通じて自分を自然の一部と捉えるということが実は えー、環境に対してこう優しいアクションがを取ることができる子供を育てるとか自分自身の減、えー、体験を作っていくということでは非常に重要なことというふうに考えています。でも、えー、まあそういった五感で自然を感じるということはなかなかこう自粛の中い家ではできないことなのかなっていうふうに思われがちなんですけれども、あの実はそうではなくてお家の中 で,はでも十分この五感で自然を感じることっていうのはあのできますで。それを今回少し体験していただきたいなというふうに思いましておうちでもできる五感を研ぎ澄ますネイチャーゲームというテーマで今日はお送りしたいと思っています。で今回あの1時間で私がもうすでに10分ほど話しているので、えー、実際の時間っていうのは45分程度なんですね。なのであのであ今日、えー 三好先生、日本シェアリングネイチャー協会の三好直子さんが、えー、皆さんのネイチャーゲームをのいざないをしてくださるんですけれども、えー、あのぜひ今日のやつを参考にしてお家でどんどん広げていくあの時間すごく短いのであの参考にしていただいて、えー、それをあのぜひぜひこのプログラムが終わった後に。えー あの実践どんどんしていってほしいなというふうに思っています。なのであのぜひぜひ楽しんでいってください。でもう一人ですねサン株式会社の菊池啓さん、えー、この環境教育であるとか、えー、途上国の支援ではとてもあのご活躍の菊池さんなんですけれども最後にこのネイチャーゲームとか自然体験っていうものが 今どうして必要かということを、えー、最後に5分ほど、えー、解説をしていただく、えー、予定にしております。はいでえー、っともしです、ね、あの何か、えー、トラブルであるとかあの聞こえないよとか、えー、見えないよということがありましたらあのチャットの機能が Zoom にはありますで。これ使われたことある方は分かると思うんですけどもしない方はあの今ちょっと練習で もしくは、えー、自分が、えー、今つないでいる場所、東京からですとか、えー、私の場合バリーですみたいなことをちょっと練習したいなと思います。さあ、ちょっと一回共有を切りますね。は、ね、あ、切りますね。い。 大丈夫そうかなもし何かあればあのコメント聞,聞きながらあの分かりにくいなっていうところがあっても私たちここをウォッチしていますのでぜひコメント欄を使ってみてください。はい、ということで、えー、大丈夫でしょうか、はいはい、ではですね、この後じゃあと三好先生の方につながせていただきたいと思います。三好先生、じゃあお願いします。はい、こんにちは。 みんなミュートになっているので、あ、聞こえないんですね。あ、じゃ、あこれ、あ、ありがとうございます。でも、これちょっと、えっ、ー、と、えー。これはちょっと今出さなくていいです。はい、<れ>は, <laughs> はい。どうぞよろしくお願いします。え、日本シェアリングネイチャー協会の。三好直子と言いますはい、あの。 そうですね。あのー、お家でネイチャーゲームってことなんですけど、皆さんの中でネイチャーゲームをやったことがあるぞっていう方手を挙げてください。うん、お、結構上がってる。<laughs> <laughs> オッケー、<laughs> そうですか。じゃあ初めてとかだ、どうぞ手を挙げてください。あ、ウェルカムです。はい。はい、あのー、ネイチャーゲーム先ほど藤本さんがあの話していただいたんですけれども。 あの少し補足するとこの「シェアリング・ネイチャー」っていう、えー、本があるんですねシェアリング・ネイチャーっていうのはシェアリングって分かち合うでネイチャー自然自然を分かち合う活動ということであのこの本にもいっぱいいろんなあの活動が載っているんですけれどもあの30年以上前からあ日本で、えー、もうあちこちで あのやられています。なので、あのどこかで触れたことがある方もいるかもしれませんし、中には指導もしちゃってるなんていう人もあのいるかもしれません。で、えー、例えばどんなあの活動かというと、ちょっと先あ,こあこさん、お願いします、さっきの画面、お願いします。さこれではないですね、これは。<laughs> そうですね、先ほど五感って話があったんですけど見るっていうよく見るっていうのはやるんですけどよーく見るとかそれからよーく聞くとかよく味わうとかよく嗅ぐとかあそういうふうに五感っていうんですいろんな感覚を使って、えー、発見していこうっていうのがこの活動になります。あこささん、さっきの,あの画面を出してもらえ、無理ですか はい、例えば、はい、あの例えばね、えー、例えば「裸足で歩こう」なんていう活動があるんですけれどもうんここで見るとただ裸足で歩く「裸足で歩く」なんていつもやってるじゃんって思うかもしれないけどそれをよく裸足で歩くのを。 足の裏ってどんな感じかなとか、気持ちいいなとか、ゴツゴツしてるなとか、なんか気持ちいいなとか気持ち悪いなとか、そんなことをちょっと注意深く感じながら感じてみると結構面白い。それから、あ大地の窓っていうのは今はできないけども、秋とかに落ち葉がいっぱい積もった時に中に潜り込んで、なんだか自分が大地になったような気持ちで過ごしてみるとどんな感じだろうとか。 あるいは、音いくつっていう活動はあ、こうやって手,手を挙げて、そして聞こえてくる音をただ数えるだけ。本当に簡単。どこでもできる。だけど、これをちょっとやるだけで、周りの音が急に聞こえてくるようになるから不思議 <laughs> です。そして森の美術館というのは、ここよく見えるかしらあのこう、額縁のようなものですね。えー、例えば、 自分で作ってもいいんですけどね、今、私、今作っちゃいますけど <laughs>、こんなふうに、ね、これで額縁で。これを額縁を持って自然の中を歩きながら置いてみると、そこで作品が出来上がって、あら、なんでもないところがなんだかいつの間にか美術館になっちゃったわなんていう感じで、あの本当に簡単に、えー、できる活動、そして、えー、どこかにすごく遠くに行かなくたって、 身近なお庭とか公園とか、あるいは、あ,あの、学校やあ、幼稚園や、それから通勤の合間に、えー、そういう目線で自然を見てもらう,う、なんかきっかけになるような、そんな活動がいっぱいあります。というわけで、今日は、あそれをお家でやろう <laughs> というので、それもズームでというので、さあどうなるんでしょうね。あの、やってみたいと思います。さあ、あこれからやるのは、 チームでやるんですね。チームって何かっていうのは、皆さんここペアとか、あの、グループとか親子とかでいるでしょ。だからこの画面に一つ入っている、そのメンバー、一緒にやってるメンバーがチームです。で、そのチームでやるんですけれども、えー、これから皆さん紙と書くもの用意してありますかこういうのでもいいし、それから、 ねはい、そしたらですね、まあ、コピー用紙を選ん、あのー、持ってきた人はどうぞ半分ぐらいに折ってください。で半分ぐらいに折ってもらってそうすると強度が出ます。少し厚い紙だったらこんな感じでもねそして、えー、これから皆さんに発見してもらうものを書いてもらうカードを作るんですねこんな風にうに9つのマスを作ってほしいんです。 縦2本、横2本に書いたらばできあがり。それちょっとやってみてもらえますかんまあまあさん、いい感じです、はい。はい、OK です。できたらちょっと見せてね。はい、できた、できた。できた、できた。OK、グッグッ。グッ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  o d はい。<laughs> そしてこの中にこれから発見していってほしいものを順番に書いていきます。一マスにあの書いていきますよ、えー。最後にはこんな風になるんですけれども、あのこれ今みあのきっちり書かなくていいです。順番に書いていきます。どうぞ書いてください。花あら逆さま。花。これどこのどこのマスに書いてもいいんですか？ はい、マスに書いてください。9つのマスの1つに、はい、書いてください。はい、こ、はい、ね、これもこんな感じになってくるんだけどね。はい。花、花です。さあ、どんな花があるでしょう花を見つけたら、あ、きれいだなーって見るのもいいし、覗き込んでみてもいいし、ね、それからちょっと嗅いでみてもいいし、いろんな、ちょっと触ってみるのもいいかもよ。花です。 いきます。もし追いつかなかったら、後でもう一回さっきのカード見せるので、あの。大丈夫です。花です。次。小さな生き物。小さな生き物って、なんだろうね。い <laughs> ろんなところにいるだろうね。家の中だったら。どこかな。ちょっと庭に出てみるとか、外に出てみるのもいいかと思います。小さな生き物。次。ふわふわ。 これは触ってくださいね。遠くから見てふわふわじゃダメです。触ってみ、いろんなもの触ってみて。ね。いろんなもの。はい。ね。手のひらだったらあんまりふわふわじゃないけど、ほっぺただったらふわふわに感じるとか。なんか <laughs>、触るところでも違うかもしれない。ふわふわ発見してください。次。自然の音。 さあ、皆さん、今ね、あのー、私の家の周り、も晴れてきてるんですけども、ちょっといろんな状況があるかもしれません、ひとひと雨だし、激しい雨のところもあるかもしれないけれど、だけど、あのー、窓を開けられる人は開けて、自然の音がないかな、ちょっと無理ならば、すーンとしてみるとなんか聞こえてくるかもしれない、もしかしたら全然聞こえないっていうのも、これも発見かもしれない、自然の音探してみてください。 次、いい匂い。さあ、いい匂い、どこにありそうですかね。さっきお花とか言ってたけども、うーん、部屋の中だったらどこうーん、なんか、キッチンのあたりにもあ,りあるかもとか、<laughs> なんかみんなで探ってください。はい、そしてみんなで嗅いでみてください。そして、ああ、いい匂いと思ったら、あゲットですね、えー。はい、そして、空。 はい、これもあどうぞ窓を開けてえ外に出てできなければあみんなでそあの窓から覗き込みながら見ながら空を見つけるだけじゃなくて空の今色、今日はどうかなとか雲浮かんでるかなとか何色あるのかなとか空ってでっかいなとかあ空って意外に狭いなとかなんかそういういろんな感じで空を体験しながら。 チームでいろいろね、ちょっと空について話してみてほしいと思います。はい。風。さあ、どうでしょう風、今ね、場所によってだいぶ違うと思う。風もいろいろあるんですよ。えー、ほっぺたで感じる風もあれば、うん、見て感じる風もあるかもしれない。という感じで、えー、風を感じる。どんな風に風を感じるかを、またチームで。 あの、発見したことを話しながら探してみてください。はい。そして、水。さあ、水はどこださあ、水。多分、水を、水に触れない日はないと思うんですけども、今日は水で、水をじっくり、えー。そうね、よかったら手ですくってみる。温度こんな感じなんだとか。それから、なんかちょっと垂らしてみるとか。 そして飲んでみてじっくり味わってみるとか、さあいろんな感覚を使ってみるといいと思います。そして綺麗なもの綺麗ですね。さあ何を綺麗と思うんでしょうか。いっぱい見つかるかもしれない。それぞれ違うかもしれない。そんなこともあこれ綺麗あれ綺麗みたいにあの探してほしいと思います。 さあ、全部で9個今書きました。今、順番版でこんな風な感じ見えるかなこんな感じなんですね。はい。なので、もし書ききれなくってなんか抜けちゃってもいいです。あの、今書ききれたものの中で探せばあのいいので。さあ、これをですね、えー、これから皆さんで体験しに行く、探しに行くんですけれども、3つルールがあります。三つルール。 見えるかな見えるかなはい。一つは、チームでやります。なので、一人でやってですね、どんどん見つけていっていうのはダメで、チームでやって、そのチームで、チームみんなが、あ、そうだね、とかね、あの、一緒に体験したね、とか、あ、本当にいい匂いだね、とか思ったらば、丸をつけてほしいんですね。例えば、あ、花見つけてみ、 チーム全員が見つけたら花っていうふうに丸をつけます。2個見つけたらもう2個つけちゃってもいい。なんだか、あの、はい、あれどうしたらいいのかな。はい、こんなふうにいっぱい見つかって、なんか丸だらけになるかもしれないけども。そんなふうに、えー、っと、チームで見つけたら丸をつける。それから、持ってこなくていいです。はい、あの、大丈夫です。その場でよくあの楽しんでください。そして3つ目は、 全部できなくてもいいです。慌ててね、あちこちあちこち行かなくても大丈夫。じっくり一個一個あの楽しみながら。そして時間内に終わらなくても、その後もできるので、えー、とそんな感じで、えー、やってほしいと思います。よろしいでしょうかはい。わかんないことある人 ?OK?OK?V?、OK? OK? はい。OK の人 ?V?OK?、OK、はい。OK ね。<laughs> はい。じゃあ、アコさん、すいません。 時間なんですけど、はい、15分取れるそれとも少し短くした方がいい10分ぐらいにしましょうかねいったん10分ぐらいうん。わかりましたそしたらです、ね、10時42分うん。42分にここに戻ってきてくださいそれまでそれぞれどうぞ、えー、発見タイムですいってらっしゃいいってきまーす <laughs> あだんだんにみんな帰ってきてくれ,くれましたね。 はい、おかえりなさーい。はーいさあ、あの、ほんのショート、ね、短い時間だったけども、どうでしょうか、あーなんかいろんな発見があったでしょうか、そうですね、ああ、なんか見せてくれてる人もいるね、わーす,ごすごい、すごい、嬉しいな, <laughs> な、あ、ちょっとみんなで見せ,見せ合ってみようか、こんな感じ、ああ、なるほど、なるほど。 あー丸がいっぱいついてる人もいるしね。そうじゃあちょっとね、聞かせてくださいね。はい今ね、いろんなところから入ってると思うんですけど、空ありましたあった。おそうじゃあね、今ね、空がね青空だったっていう人、どれくらいいますか手ちょっと手あげてください。ああ、そんな感じ。青空。あ じゃあ、なんかちょっと三角にしてるけど、なんかちょっとこう、うん、灰色っていうか曇りっていうか、そんな感じだった人はどれくらいですかあーあー、はい、曇り組ね。そしたら、雨だ、小雨だった。お、あ小雨組、あ小雨組ね。大雨だった。あ大雨は意外にいない。そう、そうですか。もう一個聞いてください。そ あの家の外まで出たっていう人どれくらいいますかあーそんな感じじゃあ家の中で全部やってみたっていう人あーそんな感じさあねいろいろねあの出れた人も中でやった人もどんな感じだったんでしょうねで一個一個ね実は聞きたいんだけど、えー、でも、えっと、それは <laughs> チームでまたあのやってる間に話したかもしれないし話してもらいたいんですけど これは聞きたいですね、えー、見,つ見つけて一番嬉しかったのはどれか、えー、ちょっとねチームで相談して意見が分かれたら2つでもいいんですけど花丸つけてください例えばねいい匂いのやつの発見の時が一番嬉しかったって言ったら「花丸」っていう感じでつけてほしいんですね。 さあ、チームで一緒かなそれとも違うかなはいそしたらちょっとね、えー、と何に花丸がついたかも見たいですどうぞあお花にもついてるしああ花丸花丸なるほど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 おおそうかそうかああなるほどなるほどさあ,あのぜひですねあの家族でそれ見つけた時どんなふうに嬉しかったかとかで、 あの後で、えー、ゆっくり話すといいと思いますねこんな気持ちがしたよとかびっくりしたよとかこんなとこにまさかあったかと思わなかったとかす,すごく綺麗だと思ったとかあのですさあそして、えー、もう一つそうですね今日の発見は何ですねさあわずかもう10分10分ちょっとぐらいの時間でも何かきっと発見があるといいなと思ってやってみましたさあ 発見は何だっただろうかちょっとあの二人であのチームで話してみてこんなことが発見だった。あんなことが発見だった。話しながらもしよかったらあのチャットで、えー、書ける方はうちのチームではこんなことが発見でしたっていうのをあの書いていってもらえるとみんなで、えー、シェアができて嬉しいです。えー、口でねあの話し合えるのもいいんですけど今日はチャットという はい、オンンラインならでではのややり方でやってみたいいと思いますどうぞチャットに気軽に書いてくださいこんな発見があったよこんな気づきがあったよみたいなことをぜひ書いてくださいどうですか、はい、子どもたちは何かあのみんなに見せたいものとかありますか、えー、発見してこれみんなに持ってきちゃったんだけど見せたいなんてものがあったらこうやって画面に見せてくださいね。 <laughs> なんかさっき納豆みたいなの持ってきてた人がいたな <laughs> あれはいい匂いなのかなとか思いながら <laughs>、うん、いろいろ来てますねちっちゃい、はい、おカタツムリの足跡発見した人もあ納豆これはな納豆はいい匂いなの <laughs>、はい、あ,あ,あまりじっくり見てないことに気づきましたあ風の音が発見できたりいい匂いも発見できたり、はい、そうですね あとなんかね全体通して気づきがあればそんなことも書いてもらえればと思います。はい、というわけであのショートの時間だったんですけれどもあのやり残したものがあればまだ探せばいいしそれから家族でこ,のこんなカード9、えー、つも多かったら例えば4つでもいいし、えー、と何見つけようかっていう感じで、えー、作ってスタートしてもいいし。 それから同じものを別の時間にやると面白いですよ。私この前この練習で夜やったら結構全然なんか雰囲気違ってて楽しかった。うん、えっと思うような同じ花でも違う風に見えたりして、ねうん、そんなふうに時間を変えたり別の日にやったりしてみるのも面白いです。はい、その他あのネイチャーゲームの,ーあのいろんな活動があるんですけれどもえっと ちょっとした自然の中でできるものがたくさんあるので、あのホームページの後でサイトをご紹介しますけれども、ぜひ覗いてみてください。あのその中にカワウソんのフィールドノートっていうのがあるんですけれども、そこでは親子でできたり、あるいは一人でもできるようないろんな活動が実践記録みたいにいっぱい載ってますので、結構面白いと思います。あのそれを真似してやってみようかっていうふうに思ってもらえると、とても嬉しいです。 はい、というわけでえー、っと。ま今日はあのこのネイチャーゲームを実践するところは私がガイドしました。けれども、この後はあ菊池さんにバトンタッチして、えー、少し背景的なこと、あの聞かせてもらおうと思います。では、菊池さんお願いします。皆さんありがとうございました。 先生面白いのが一つ、あの納豆は匂いじゃなくて小さな生き物として発見してきましたっていう。発見した。生き物されました。おお面白いですね。あ、うん、ニなるほど。あいろいろありますね。ここも私も後でゆっくり見ますね。はい猫の肉球もいい匂いっていう。 育休、うん、なんていうのも思いもつかないですけどうちも猫もいますけど飼いでみたいと思いますはい <laughs> あ,あのチャットにもいろいろ流れてますのでなんか他の人の気づきもあのどうぞここでっ感じてくださいで、はい、あのけあのキキさんお願いしますはいありがとうございます皆さんお疲れ様でしたああこちゃんすいませんシェアスクリーンあの共同ホストか何かにしてもらっても大丈夫ですかスクリーンシェアが できるように少々お待ちくださいどうでしたかねいろんな面白いのが本当に出てきましたね。猫の肉球は香ばしい匂いがしますよね。ねあのあ今ちょっとできるようになったので。はいえー、と、えー、改めまして、初めまして、あの菊池慶と言います。今、北海道の旭川市というあの旭山動物園に、ね、あるのが有名なところに。 えー、住んででで、すす。ね、まあ、教育授業とかをやっていますで私の方からもう皆さんいろんなのを体験したのでちょっと子供はねちょっと面白くないかもしれないんだけどちょっとでこれネイチャーゲームってじゃあなんで今大事なのかっていうのをお話ししたいと思いますじゃあなんで今こうネイチャーゲームって大事なんだろうっていうところをお話ししますねでその前に私たちってこう日々どんな社会に生きているかどんなこう生活をしているかって振り返ってみるとえー これ、まあ、左よく歩く、まあ、便利ですよね平らだと歩きやすいので右だと、まあ、非常にゴツゴツして、えー、歩きにくい、えー、で例えば左は私も東京行って1人だった時とかはまあなんかやっぱり便利だからコンビニでお弁当食べちゃったりとか、まあ、最近はちょっとね右の家庭菜園とかもしてみたりとかまあ今日本もすごく暑くなっているのでやっぱりクーラー使ったりとかまああの 多分タワーマンションとかだとずっと24時間換気されていたりとか、まあ、逆に、まあ、風、自然の風を感じたりとか、えーまあ、左あれですよね、アップルウォッチってやつで、アップルウォッチつけてると常にこう健康管理というか心拍数とかかってくれるので、えー、健康管理をしてくれると。画面がちょっと暗すぎるかもと。おっ、ちょっと待ってくださいね。画面が変わってない気がします。画面が変わってない。 ちょっと待ってくださいね。おお、変わってますかね。はい、変わりました。あ、わかりました。すいません。ちょっと、あれですね。えー、すいません。今、こんな感じの、えー、画面を、おこんな感じのですね。ごめんなさい。こんな感じの画面を見せてました。すいません。 ちょっと暗いですね。でもなんか次に行かないですね。ちょっと次に行かないので、えー、ちょっとですね、こっちでは次に行くんですが、行かないので、このままの画面でやりますね。うん、大丈夫ですで今、こんな感じの、えー、ちょっと画面を見せてました。で、えー、まあ、どっちかというと自分の体で自分の健康状態を感じるというよりは、 結構最近ってこういう、まあ、テクノロジーの力を借りたりしていることが多いと思います。で、どっちかというと今考えるというよりは、多分何か私もよくやっちゃうんですけど、何か疑問があったらもうすぐ Google で検索しちゃったりとか、もう最近って音楽、もう選曲もあんまり選曲してくれるサービス、この Spotify とかもあるので、まあ、自分で弾いたりとか CD で曲を選ぶみたいなことも結構どんどん少なく,くなっている社会なのかなと思ってます。で、えっ、ー、と、これをちょっと いろいろ分けてみたときに、多分今左側で見てきたのが便利なもの。で、便利と同時に、まあ、非常に計画的で意図的なもの。なので、今の社会のこう資本主義社会に比較的相性のいいもの。で、えー、これまさこれ左と右逆ですね。五 <laughs>、まあ、感というよりは、どっちかというと言語的な情報、抽象的な情報ですね。で、右側がどっちかというと、便利。 ではないんだけど、まあ、手をかけたりとか不便、不便なんだけどっていうものだったりとか、まあ、自然のさっきのネイチャーゲームもそうですけど、ネイチャー、自然ってあんまり計画とか意図してできないので、まあ、非常に偶発的なものだとで。あとは先ほど皆さんもやってあのいただいた通り、まり、五感で感じるものが多いと。で、これ、どっちも大事なんですね。別に左がダメだよ、右がいいよっていうわけではなくて、多分バランスが大事だと思うんですね。なんで、逆に計画しないと農業もできないし。 やっぱり便利な例えば洗濯機があってそれで時間ができたりとかっていうのもあるので左も大事なんですけど多分どん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 年々ですね現代社会っていうのはどんどんこの左側の便利なところがどんどんこう押し寄せてきてもういろんなサービスが便利になって使っているうちに結構右側のところがどん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 少なくなってきたのがまあ今の社会なんじゃないかなと私は思っていますなので今なんで ネイチャーゲームかっていうお話をするとやっぱり意図とかですね計画的なもの偶発的なものが非常にこう少なくなっている社会で、まあえて偶発性をやっぱり取り入れないとなかなかそういうのにこう触れ合えなくなっているので、まあ、ネイチャーゲームみたいなもの別にネイチャーゲームじゃなくてもいいんですけど、まあ、日々ちょっと自然の小さい身近なところを見,てり見たりとかですね、まあ、ネイチャーゲームみたいなゲームを取り入れることで、えーまあ、さっきのこっちの赤く染まっていたような 感じが、まあ、もう少しバランスのいい緑のところに、えー、取り戻すための、まあ、いいきっかけなのかなと思っています。で、まあ、今、新型コロナの話もあるので、これっていい影響なのか悪い影響なのかっていうふうに考えると、多分今皆さんもやっているように、ズームみたいなこういうやつだと、どうしても手触り感とかっていうのがなくなってしまったりとか、非常に効率的になりすぎちゃう部分もある一方で、 まあこういうのツールを使うことによって逆に時間ができたりするので、まあ、その時間で自然に触れたりっていうこともできるので、まあ、ツールの良し悪しというよりは結構使い方なのかなと良い,い面悪い面両方あるのかなと思ってますただ結構意識しないとですねこういう会社って便利なものってどん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 便利だと人って使っちゃうのでやっぱ皆さん日々仕事とか子育てで忙しいとどうしても便利なものを使いがちになってしまうので結構意図しないとどんどんこう侵食されていくっていうのはあると思います でえー、とこれは私、今子供二2人いて一歳、あまあ、もうすぐ2歳になる息子なんですがまさにあ赤ちゃんはです、ね、大人ってやっぱりどうしても効率的に考える生き物なので、えー、なかなか難しいんですけど本当に赤ちゃんとか小さい子供は本当に24時間ネイチャーゲームしているような感じですね、まあ、こんな感じで、えー、と常にもう体中センサーみたいな感じでもういろんなことを感じているので。 ま,あまずできれば、まあな、必ずしもこんなすごい自然大自然の中でいけないかもしれないんですけど、身近な自然でもこつれて行ったりとか、逆に子供を見てると多分大人も、あなんか子供みたいにもうちょっとなってみようかなみたいな感覚があると思うので、ぜひお子さんいらっしゃる方とか一緒に出かけてみてください。でもしちょっと一人では難しいよっていう場合は、あの三好さんがやってるネイチャーゲームとかですね、私も今北海道であの教育旅行みたいなのを手掛けたりしているので、 えー、お気軽にご連絡ください。なので、あ、これは上の娘ですね、はい。上の娘なんですが、やっぱり自然の中にいると本当に生き生きするなと思っています。はい、なので、皆さんもちょっと身近な自然、私もちょっと忙しくてですね、なかなかあの自然に触れる機会を、えー、なかなか作れなかったりするんですけど、今日はちょっと釣りに行ったりとかですね、まあ、日々ちょっと意識するようにしています。はい、ありがとうございました。 ではあこちゃんバトンお返しします。はいありがとうございます菊池さんどうもありがとうございました。はいというわけでですねあの今日は、えー、マネージャーゲームおうちでも実はできるんだよっていうことを、えー、お伝えしたいなと思いまして1時間の あの、すごく短い時間、あの、特にネイチャーゲームの体験はもう40分、45分ぐらいのちっちゃな、えー、体験だったんですけれども、あの、ぜひぜひ、あの、お題はもう何だっていいので、あそこをどんどんいろんなものに変えて、あの、ぜひ、えー、お友達と、えー、もしくはお子さんとか、ご家族の、あのー、体験として、えー、取り入れてもらえたらいいなというふうに思っています。はい。で、あと、えー、残りもう2分ですね。 えー、最後にです、ね、あのもう1分で回答できる簡単なアンケートがあるので、えー、今、チャットの欄にです、ね、アンケートリンクを、えー、送りますのでそちらにアクセスをしていただいて今、この時間内にお答えいただけると、えー、とっても嬉しいです。ちょっと今、チャットの欄を見ていただくと、えー、リンクがあるかと思いますのでぜひ今、えー、アンケートの方に ご回答のご協力をお願いいたします。 皆さんがアンケートに答えてくださっているときにチャットにコメントをいただいていますね。孫たちは初めの時間が長かったようでさりかけていましたが、活動が始まったら入り込んできました。丸がいっぱいついたところで楽しかったことを表しているのかなというコメントをいただいていますね。いや息子が保育園児の頃からネイチャーゲームをしてきましたが、今、孫とできることが嬉しいですというコメントをいただいていますね。 エちゃんはきれいきれいは自分の作ったダイヤモンド工作です。息子の晴れやすは、安晴君はダンゴムシを発見して喜んでいました。とかねはいあ あの家の中になくてもバルコニーから遠くのお庭に咲いている花が見えましたというコメントもありますね。ね今日はね、そうですよね、風が強いので風の音が発見できましたという声も。そろそろあのアンケートの方が終わるかなと思うんですけど、せっかくなので私が今、バリ島にいて。 あの家から見える、ちょっと水の音がうるさいかもしれないんですけど、こんな風景です。ちょっと曇ってて暗いんですけど、あの目の前が全部田んぼですね。おやしの木が見えたりするでしょうか。 実はバリ島は雨季と寒季の季節に分かれるんですけれども、日本だとお米って1回しか作らないですよね。でもバリ島だと3季作で年に3回お米を作っているので、あの今稲、稲刈りしてる人がいれば、今稲植えてる人もいるっていうような面白い風景が見ることができます。はい。ではそろそろですね、お時間来て皆さんアンケートにお答えいただきありがとうございます。はい。ではこの辺でですね、 えー、お時間になりましたので、えー、お別れお別れっていうと悲しいですけど、はい、終わりたいとはい思いますあのコメントもたくさんありがとうございますでですね今チャットの欄にですねオペレーショングリーンフェイスブックグループ参加者募集中という、えー、リンクを貼らせていただきましたもしフェイスブックされている方いらっしゃいましたら あのぜひこちらご参加ください、まあ、こういったイベントをまた開くことがありますのであの、そういった情報などをこちらの方でシェアさせていただいています。はい、であのシェアリングネイチャーあの、三好先生の、えー、組織であるとか、サンギーさんにご関心があるようでしたら、こちらの,あのコンタクトリストの方で、えー、コンタクトを取ってみてください。はい、じゃあ三好先生 けい君、大丈夫ですかね。他に忘れたことないですか。はい、あの、ありがとうございました。はい、あの、なんか、あの、やりとり、声でのやりとりは。できませんでしたけども、顔見ながら、あの、楽しかったです。あの、本当に、えー、あの。いや、バリ島とつないで、それから全国とつないで、こういうことができる。うこの、だなというのが。もう、感慨、感慨深いです。はい、本当に、<laughs> あの。 アーースカンパニーの皆さんありがとうございました。あの皆さんも本当に参加時間作っていただいてありがとうございましたはいじゃあ私からもちょっと一言今日ちょっと人数多かったのでなかなかシェアの時間が取れなかったんですけどもっと少人数でお友達とかですね学校の方とかお友達誘って、えー、と大体6人とかですね まあ十二以下とかでやると意外と一人一人の子どもたちの視野の時間も取れたりするので、うん、ぜひ少人数でちょっとやってみて、皆さんちょっと実践してみてください。皆さん今日はお休みのところありがとうございました。北海道にも遊びに来てください。<laughs> はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ございます。<laughs> また。<laughs> はい。 よかったらチャット外してね、バイバイとか。<laughs> はいありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> はいなんかちょっと、あ,<ー>あのよく見た顔もあって、それも嬉しかったし、<laughs> はい <laughs> 初めての方、こんな世界があります。あのぜひ、あのおうちでやってください。外でもやってくださ,い<ー> <laughs> さよなら。